百竜来たれり。いざ起源万丈。我らの馬上不罰なり。クエストを開始する。始めよう。よし、強化完了だ。待っていたよ。やる気満々だね。配置するんだ。設備が使えるぞ。期待している。いい感じだ。いいか。さあ次だ。配置するんだ。頼むぞ。完璧だね。やるぞ。いいか。さあ次だ。配置するんだ。期待している。素晴らしい。いいか。いい感じだ。さあ次だ。来るんだ。始めよう。いいか。使ってみよう。見てごらん。いいか。腕前を見せてくれ。
いいか。君ならできる。さあ、やってみよう。いいか。君ならできる。さあ、やってみよう。いいか。しがみついて耐えるんだ。いい感じだ。よくやったぞ。来るぞ。さあ、やってみよう。君ならできる。頼むぞ。期待している。あいつは。注意。頼むぞ。は禁物。素晴らしい。あいつは守りきれ。おお、やったな。
れを見せてくれ。準備。来るんだ。来るんだ。つわものよ。紀元万丈。おお。来るんだ。里を守る。来るぞ。我がたちの前にひれ伏せ。大丈夫。君ならできる。防衛準備。守りきれ。頼むぞ。釉薬を退ける。期待している。いいか。腕前を見せてくれ。
ンのこれしき。マナ弟子素晴らしい。よくやったぞ。
一旦落ち着いたみたいだね。うん、あ、佐藤さんがキャンプに集まれって。うん、そのモンスターの名はオンコリュウ、マガイマガド。百竜夜行と共に現れ、その群れを食らう化け物だ。食べるんだ。50年前、里は百竜夜行に加えオンコリュウにまで襲われ、被害はより大きなものとなってしまった。それが今回も。感じるなよもぎ、今の我々には頼れるハンターがついている。お前にオンコリュウの資料を託したい。佐藤を危機から救ってはくれないか。うん、私も手伝う。一緒に狩猟する。僕もどこまで役に立てるかわからないけど。その意気がよし。しかしハンターでない者に狩猟を任せることはできん。でも里を守るとは彼の身にあらず。お前たちは自分にできることを精一杯やればよい。僕たちにできること。炎のごとく日々を力強く生きろ。さすれば答えはおのずと見つかる。では里に戻るとしようか。うん。